クリップマップは旧バージョンから実装されているオブジェクトごとに設定する機能ですが、l i g h t a e 2015ではサーフェイスごとにクリップマップを設定できるようになりましたのでご紹介します。こちらのデータを見ていただきたいので、はじめにレンダリングを行います。このデータは、板ポリゴンに歯のテクスチャーとアルファ画像を透明度マップに適用したオブジェクトと、 リンゴのオブジェクトと地面のオブジェクトの3つのオブジェクトを配置しているシーンです。そして、ライトの種類をスポットライトで、影の種類をシャドウマップに設定しているシーンです。影の部分を見ていただくと、透明度マップの効果が無視されて、緯度の状態で見えてしまっています。そして、このシーンには、コンポジットバッファーエクスポートで、デプスや、 シェーディングのバッファー出力の設定も行っていますので、バッファーチャンネルも見てみましょう。バッファー素材も効果が無視されて、板の状態で見えてしまっています。透明度マップや、バッファーの素材以外にも、ライトの種類などで影響が出てしまうので、これを回避させるためには、オブジェクトに対して、クリップマップを利用する必要があります。すでにクリップマップ用の素材を作成していますので、葉っぱに対して、 オブジェクトクリップマップを設定して、レンダリングしてみましょう。レンダリング結果を見てみると、クリップマップを設定したことで、影もパッファー素材も確認できるようになりました。しかし、このデータを大量に複製したり、インスタンスなどで利用しようとなると、刃のオブジェクトと、 リンゴのオブジェクトを同じ場所に配置したりと設定も複雑になりますのでデータを管理しやすくするために葉のオブジェクトとリンゴのオブジェクトを一つのオブジェクトにして利用した方が管理がしやすくなりますが一つにまとめてしまうと葉っぱに設定していたクリップマップがリンゴにも設定されてしまうためリンゴを含めた形でクリップマップ画像をレンダリングし直したりしてクリップマップ画像を作成し直さなければならず 今までは大変面倒な作業になっていました。しかし、l i g h t a e 2015からは、サーフェースごとにクリップマップを設定できるようになりましたので、オブジェクトを一つにまとめたり、改めてクリップマップ用の画像を作成し直す必要がなく、作成したデータをそのまま利用することができるようになりました。色、質感編集を開いて、設定したいサーフェースを選択して、クリップマップボタンを押して、 テクスチャー編集パネルを開き、画像を適用します。レンダリングを行って確認してみましょう。レンダリング結果を見ていただくと、オブジェクトクリップマップを設定していなくても、サーフェースのクリップマップを設定するだけで、影やバッファーの結果を確認することができるようになります。また、 サーフェースごとにクリップマップを設定できるということは、サーフェースの属性としてオブジェクトファイルに保存されることになりますので、サーフェースごとにクリップマップを設定してしまえば、利用するシーンごとにオブジェクトクリップマップを設定しなくても、シーンへ設定したオブジェクトを読み込むだけで利用することができるようになります。